い、皆さんこんにちは。今回はですね、今回もですね、このご飯実況プレイということでね、今回を作るのはこのね、肉とじゃがいも、本当に間違えちゃったよ、また玉ねぎ、ちょっと良くないな。はい、皆さんこんにちは。今回はですね、こちらのですね、ひき肉および、玉ねぎを食べてですね、使って作るものといえば何か、皆さんご存知の通り、そうハンバーグです。今回はですね、この2つを使ってハンバーグをバチッと作って、バチッと食って、バチッと笑ってやろうっていう、そういう実況プレイを今回やりたいと思ってます。今回よろしくお願いします。皆さん今回もですね、このハンバーグをですよ、作っていければいいなと思ってます。早速やっていきましょう。皆さん、私がハンバーグの天才だと、あぶねー怖えー、これ急いで、今ですね、時間がないのでかなり急いでおります。私ですね、正直今回時間がありません。10分ほどでこのハンバーグを作らなければいけないというですね、この状況下に置かれているのですが、まあ、そこをですね、うまいこと10分以内にハンバーグが作ればいいなという気持ちだけで私やっております。ですね、皆さん多分きっと今洗ったコメントがバッコしてると思うんですが、まあ、コメントがあるというですね、ポジティブな考え方をしつつですよ、皆様にコメントしてもらえるんじゃないかという可能性にかけてですね、私は今、コメントの話をしてるんですけど、多分コメントがつかないんじゃないかなっていう可能性もあるので、まあ、そこに関してはゴブゴブといったところ、まあ、ここですね、洗っておきます。そして、このまな板じゃなくてですけど、この剣も洗います。そしてまな板も洗うことによって全てを洗っていくという、洗い三段活用、洗いさんですね、俗に言うところ、獣フレンズというところの洗いさん、そのですね、巧みに使いこなしていくことによってですね、皆様とて、洗いさんになっていければいいんじゃないかなと思います。こちらですね、なんかうまいことですね、こうやってなんかこの玉ねぎっていうのはですね、こうやってですよ、なんかこうもう本当に玉ねぎにですね、親を殺されたかのような気持ちで、こうやって残虐極悪非道な気持ちでね、こいつをもうめった刺しにしてやると、もう親の仇のごとくこいつを切っていくんですよ。やっぱりもう前回より親の仇にしてやるんじゃないかっていう、こういうもうボコボコのぐちゃぐちゃですよ。見てください、この量、このですよ、この小刻みにされた、このこんなに刻まれてしまったら、もう彼はきっと息ができないんじゃないかって、やっぱりこうですね、刻んで刻み尽くした、あやべ、皆さん知ってましたか、玉ねぎってのはですね、目に染みます。気をつけてください皆さん、玉ねぎっていうのはかなり目にくるので、ここでですよ、皆様がこのきっと目に染みてると思うんですよ。皆さん今この状況できっと目がやられてると思うんですけど、女神転生なんです僕は。なので大丈夫です、セーフ。僕はですね、女神転生、これまな板がちっちゃくないかっていつも思うんですけど、これどうしたらいいんですか皆さん、このまな板の小ささ、このまな板の小ささをですよ、いかにどう対処して、あー目が痛い気がするまな板がちっちゃいんじゃないかなっていう可能性をです、感じつつ、私はこのこいつをですね、八つ咲きにしておきます。このやっぱ八つ咲きっていうぐらいだから、このボコボコのくちゃくちゃにしてやれば私が勝利可能なんじゃないかと思って、まあ、このですね、皆さん目がやられていると思うんですよ。皆様もやっぱりこれを見てるだけで、やっぱり皆さんもですね、目がやられると思うんですけど、そこはうまく調整してください皆さん、お願いします。でそこでです、次の工程がですよ、こちらフライパンをですね爆発させましてですね、こちらの皆さん見えますか、見えるかわからないんですけど、多分ね、見えないかもしれませんがこちらのフライパンでですね、今回はこちらの見えないかもしれないシリーズ、フライパン見えないかもシリーズ第3弾ということで、こちらのフライパンにですね、ちょっと待ってください、ここにですよ、バターをぶち込んでやってですね、炒めます。適当にそうですね、玉ねぎちゃんをですよ、この八つ咲きにしてやった玉ねぎちゃん、さらにですね、火炙りの刑に処すっていう、もう極悪非道、残虐であり最低、畜生どもに落ちてもおかしくはないというところの、あのですね、タクティクスをですね、皆様に見せていければいいなと思っています。ここでですね、まず、必殺技、ですね、換気扇をつけるというテクニックをですね、皆様に見せられたら嬉しいなと思ってるんですけど、まあ、適当です。ここバターの量は適当です。とりあえずバターを入れてやります。ここ でバターを入れること何がいいかって言うとですね、まあ、バターってバターなんですよ。皆さんもですね、きっとバターって知ってると思うんですけど、バターって何か知ってますか皆さん。バターっていうのはね、ババアみたいな、ババアの見て、バターの美味しそうさ、このほらバターで遊ぶ感じで、これくるくるくるに違うやつね、モンキーボールみたいな、カーミーボールみたいなさ、そういうボール系のゲームかと思わせていくタクティクス、そういうことでやっていきましょう。今回はですね、時間があるので、もう適当に急ぎます、加速させます。まあこれ適当にこうやってぶち込みますよ。まずぶち込みましたね、はい、
で、ぶち込んでやった間に炒めます、こいつを。こいつを適当に炒めてやりますよ。もう火炙りのゲーツ、まあ、魔女狩り、まあ、まあ、中世ヨーロッパでは魔女狩りと呼ばれていた行為を今ここで行います、皆さん。これはですよ、恐ろしいんですよ。中世ヨーロッパではですね、魔女だと思われた人はですね、誰でもいいんで燃やして魔女狩りをしてしまったっていう恐ろしいあの時代だったんですね。だから皆さんもですね、その時代に生まれなくてよかったなっていう思っておいてください。これがですね、とりあえずきつね色になるまで炒めさせていただきます。火が強い可能性が、今顔映んなかった、これ顔映ったかもしれない、まあいいや、これ動画だから大丈夫だ。よし、これはですね、とりあえず、こいつが、きつね色になるまで間にですね、用意するものがあります。こちら、まあ、ボールを爆弾します。ボールがあるのかっていう、ボールありますね、ボールがあるんですけど、ボールを爆弾するのまず最初に、ですね、こちらにボールを、まあ、皆さんボールですね、これ俗に言うとボールといっても、あのサッカーボールとかゴルフボールとかそういう球体のボールではなく、まあ、皆様ご存知のこの半球体のボール、まあ、ボール要素がほとんどないんですけど、まあ、皆様だったらいいんじゃ許してくれるんじゃないかなって、ボール要素がなかったところでこれはボールだと言い張れば皆様はきっと許してくれると。そんなボールですね、皆さん。じゃこの間にこちらで作業を進めます。その間にですね、こちらで作業を進めるんですけど、まあ、次はですね、このボールにですね、こいつをぶち込んでですね、もみしだく、まあ、こいつをですね、親の敵かと思ってもみしだいていってください、皆さん。こいつをですね、もうこいつに親を殺されたと思い続けてですね、早3年、まあ、こちらのですね、早3年が、まあ、適当でいいんです、こんなん、まあ、ちょっと今早かったな、まだ早かったです、これ揉むの嘘でした、皆さん。揉むの早かった、手を洗います、一回手を洗う前にこの手についたお肉がもったいないので軽く落としておきつつです、ちょっと揉むの早かったです、ミスりました。揉むミス、ミムモスしました、今揉むミス、俗に言うところの揉むミス、まあ、あの業界でいうところの揉むミスですね、やっぱり業界でいうところの揉むミスをしたんですけど、まあ、ここにですね、適当にパン粉と牛乳をぶち込んでやるんですよ。パン粉と牛乳をぶち込んでやることによって、あ、僕たちもしかして運命の出会いかもしれないみたいな、キュンみたいな、そういうね、運命を感じさせる、もうパン粉と牛乳と肉にですね、運命を感じさせるっていうテクニックをですね、やっていければいいな。まあ、適当です、こんなもん適当、はい、こんなもんだろう、多分わかんないですけど、こんな感じでですね、これに合うように多少の多少のミルクをぶち込んでやります。これ多少のミルクを、まあ、これぐらいです、多分これぐらいです、わかんないですけど、まあ、これぐらいでしょうという気持ち、これぐらいでしょうという気持ちミルク&胡椒、気持ちミルク&胡椒ですよ、皆さん。気持ちミルク&胡椒をぶち込んで、&クレイディーガーリック、クレイディーガーリックですよ、皆さん大好きクレイディーガーリック、これですね、皆さん。クレイディーガーリックをですね、ぶち込んでいきます。クレイディーガーリックでガーリック感を出していきたいなという気持ち。そしてですね、こちらのですね、皆さん、こちらの彼らがですね、彼らがかなり、ですね、煮詰まってきたので、この彼らをですね、うまいこと、こちらに、転送したいなという気持ちがありますので、こちらをうまいことやっていきます。ごめんなさい、ちょっとね、うまいことなんかおかしくなっちゃう、ちょっとパンプス今ね、直してね、玉ねぎが焦げちゃったんですけど、本当はこの玉ねぎをちょっと冷ましたいんですけど、こちら玉ねぎを炒めたら冷ましたいんですけど、ちょっと冷ましてる時間もないので、夫婦してもうこれぶち込みます。もう冷ましてる時間もないです、私には今。あとやばい、もうやばい、時間がないんで、ちょっと急ぎます、皆さん急いでつけましょう。これ熱いかもしれないですけど、熱いかもしれないんで、これでいくか、熱いかもしれない、これでいきましょう。熱いかもしれないんで、これでとりあえずワシワシします。熱い可能性があるので、僕の手がアチアチになっちゃうと困るんで、僕の手火傷したら、ちょっとですね、皆さんやっぱ国家、ですね、国家費、なんだっけ、国家予算じゃなくて、なんだっけな、国民年金、違う、なんだっけ、ですね、私のですね、手はですね、やっぱ私っていうのは、人間国宝なんで、人間国宝の手がですね、火傷してしまったら、それだけですね、大変なんですよ。なのでですね、ちょっと多いな、これ。ハンバーグ1個の量じゃねえな、これ。今思ったけど。ハンバーグ1個の量じゃない気がするんですけど、まあ、そんなのは気にしてずにですね、こうやって、まあ、ぐちゃぐちゃのギタギタのメタメタにしてるんですよ、ここで。ここでぐちゃぐちゃのメタメタのギタギタにしてやって、これをですよ、まあ、とりあえず、ですね、もういいです、これでいいです。いきますよ、皆さん。これで、できました。ハンバーグの元です、こいつが。こいつがハンバーグの元になるので、こいつをですね、手で持ってあげてですね、こう、ペタペタです。ペタペタおじさん。ペタペタおじさん。半分もうちょいかな。もうちょい。いや、これ丸丸1個いくか。いや、丸丸1個時間かかんない、焼くのに。時間がねえので、これでペタペタおじさん適当に作っていきますよ。形を。見て、こうやってね、キャッチボール。まるで、右手と左手でキャッチボールをするかのごとく、こう、
言葉のキャッチボールはできない私でもハンバーグのキャッチボールはできるんだということを皆さんに見せていけたらいいなと思って5つですねやっていきましょう。今回も こちらのまあこんな感じでですね、こっち人にクククククって謎のねへこみを作らせるってよくハンバーグ職人が言ってるので、このハンバーグ職人が言ってることをですね私は信じて、何の意味があるかもわからないこのへこみを作っていってですね、このまま適当にもうダイブです。あとこれも急いでダイブしないといけないんで、僕本当に時間ないのでなんでこんなギリギリでこんな動画を撮ってるのかっていうとですね、そういう気分だったからです。私がそういう気分だった。まあこれもですね適当にこうやって、カットしていきますか。ここは時間がないのでカットしていくっていうわけわかんない動画をカットしても現実の時間は短縮されないぞっていう、そういうツッコミお待ちしております。よろしくお願いします。ではですねこちらこうやってねハンバーグマジックドゥルルルルルチッ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 ドゥルルルルルルきっとですね今あっと火がついていなかった。危険。ガスだけが部屋に充満して、私たちは死を確認した。これですね、でかいケースです。これポンポンポンってやったんですよ。それでボン。はい、こうです。ちょっと待ってください。手洗ってからカメラ変えます。皆さん。手を洗います、まず。手がハンバーグまみれなので、手をベタベタの手をですね、きれいにします。そうじゃないとカメラを変えられません。ハンバーグが焼けている様を、皆様に見せられないっていうかわいそうな現実をですね皆様に見せなきゃいけないので、今きっとですねボール、ただただ何もなくなってしまった脳なしになってしまったボールをですねただ見せ続けるというですね孤独な戦士なんですよ。ボールは今あんなにも必要とされていたのに急に必要とされなくなってしまった悲しい人間なんです、ボールっていうのは。なのでですね皆様は気をつけてください。急にですね必要とされなくなる時もあります。あ、これほら見て、ちょっとですね見づらい、遠いかもしれないんですけど、まあいいんじゃないでしょうか。操作はどうでもいいや、みんなが見えない、みんなが見づらいとかどうでもいいんでで、ここですね塩をほんのり振っていきますか。ここのタイミングでかって思うでしょ。僕も思いました。正直ですね、なぜこのタイミングで塩を振ろうと、こういう流行りの塩の振り方、みんな見えてるのかな、流行りの塩の振り方していきますので、僕安心です。セーフ、ギリセーフ。はい、ということで塩を振ったということでね、もうあとは焼くの待ちですね。焼き待ちおじさんなんで、ちょっとこの洗い物しますか。とりあえず焼き待ってる間に洗い物をするというテクニックね、まあ、洗い物をするといってですね水につけておくだけという、とりあえず今は時間がないので洗い物をする時間もないということで、あとからやります。はい、ということで今回はですねこちらのハンバーグをですね、美味しそうさがすごいでしょ。みんな伝わるかな、このハンバーグの美味しそうさ。このですね、あとは適当にバチッとスッとやって、あとですね、こいつをまあほら、肉汁がすごいっていうとさ、バイオハザードのキャラクターを思い出すでしょ皆さん。でも僕はですね思い出さないんですよ。汁と言ったら肉汁みたいなとこあるんで、ここをですね急いで作り上げてですね、おい、これお米ある、あ、ギリギリお米だった、あぶね、お米なかったらどうしようかなと思った、びっくりした。ハンバーグだけでお米は食えねえ、あ、違う、お米だけで、違う、ハンバーグだけじゃ何も食えねえ。なので皆さんもですね気をつけてください。もしハンバーグを食べる際はですね、お米がないとですね辛いということですよ。そこだけは皆さん気をつけてください。あれ、フライ返しが見つかんない、みんなどうしよう。フライ返しがないので、これで、あの、木べらでいきますわ、私。あちおい、いいね、あちおい、で、これですね、ちょっと一旦休憩、ちょっと弱火にしてですね、今中火ぐらいだったんです。弱火にして一旦ですね、蓋をしてやるんですよ、こうやって軽く蒸し焼きにすることによってふっくらします。多分、わかんない、感覚ではふっくらしそうという気持ちだけで私やっております、こんにちは。そしてですね、この焼き上がるまでの時間をカットしますね、パッパッと、サイカット。はい、時を超えた俺。はい、ということでね、皆さん元気ですか。時を超えました私。皆様はですね、今時を超えて一瞬のうちにこれが焼き上がってるという奇跡が起きます。いきますよ、3、2、1、GO! はい、見て、どう、あんま買ってないかもしれないけど、美味しそうだ、匂い、みんな伝わる、この美味しそうな匂い、お肉だよ。はい、ということでね、皆様にはですね、こちらの美味しそうさの匂いをですね感じ取ってほしいということでですね、皆さんね、今回用意させていただきました、私この美味しそうな匂いシリーズをですね、で、これ一回ですね、一回避難させます、彼らを一回、あ、やばい、固まってんな、あ、固まりを一回彼らをですね、こちらに避難させてあげます。かわいそうなので、ちょっと固まってるので、まあ、うまいことやって、で、こちらのですね、タレにちょっとですね、タレがあるじゃないですか、これにですね、
あるかなっていう。ケチャップとソースをですね混ぜさせていただきます。今回こちらですね、適当にこうぶち込むんですよ。見えるかみんな、適当にぶち込みます。まあ、適当にぶち込んでやって、こちらもですよ。あ、なんかお肉がついちゃった。こちらも適当にケチャップとソースを適当に、まあ感覚で多分1対1ぐらいの感覚で入れていきますよ。そしてですね、彼らをですね煮尽くします。もう地獄の豪華、地の獄の血の池地獄より熱い豪華で沸騰させます彼を。そうすることですね、なぜかこう肉汁とウソースとケチャップが混ざり合うことによって奇跡のコラボレーションが起きるわけですよ。皆さん知ってますか、この三種の神器、ハンバーグ界の三種の神器ですね。肉汁および、肉汁およびケチャップおよびソースということでね、こちらを混ぜ合わせていくとですねすごく美味しいということで、まあこんな感じでね、まあ、もう多分いいんです。ちょっと火が強えよ、こんなの地獄の門番も絶望する温度だろうよ何言ってるか分かんないんですけど、まあこんな感じでとりあえずやったので、とりあえず先ほど焼いたお肉をですね、こちらにですね、インします。こいつらきっと現世でですね最低最悪の行為をしたんでしょうね。こんな地獄の門番も恐れる温度のタレにぶち込まれるとは、きっと何かしらそれ相応のことをやったんでしょうね。でこれでうまいこと絡めます、適当に。また絡めて完成ですよ。こんな絡めてやれば一瞬で完成です。はいはい、完成、はい完成、はいはいはい完成です。やべ、急げ、時間がね、完成なので、これでですね、食べていきましょう皆さん。これで今日の昼ご飯はこちらですね。はい、こちらダーン完成、ハンバーグです。はい、真っ暗で見えないな、ちょっと真っ暗で見えないかもしれない。ちょっとこれうまいことこっちにやって、こっちにやってあげて、でタレもカメラを見る位置も作るか、ここですね。そしてほい、これで見えないかな、見えないかもしれないけど、まあいいや。これでタレもたっぷりかけてあげてね、ま、油かなって思うでしょみんな。油です、これタレは。タレなんて油なんですよ、正直タレは油です。ちょここをご飯置こうと思ってたんで、こっち、あ、油がすげえ、みんな見てこれ油だから、全部これえげつね。はい、ということで、ここにですねご飯乗っけて、はい完成です皆さん、はい、完成。じゃじゃーん、美味しそうさがすごい、美味しそうさが、完成です。美味しそうさがすごいハンバーグ、ということで食べていきましょう。ご飯盛ります。ということで皆さん完成しました。私今回のディッシュはこちらですね、ハンバーグご飯。さあ食べていきましょう。さあいただきましょうか、カレーを。こんにちは皆さん、食べてみましょう。うわすごい、柔らかいけど、これちゃんと焼けてんのかな、焼けてんのか分かんないけど、まあいっか、上がっても大丈夫ですよ、牛肉出してから。いただきます。うん、うまい、うまいでございます皆さん。とてつもなくふわふわしててですね、なんといってもこのタレがまた濃厚で、こちら皆さんおすすめでございます。ぜひ作ってみてください、めちゃくちゃ美味しい。うん、ちょっとやっぱ卵がねなかったんで、卵入れなかったからちょっとほぐれやすいけど、つなぎがなかったんでね、まあそれにつけてもおやつは変わるって感じなぐらい美味しいでございます。では食べます。今日はちゃんとね、あれよ、ノーカットで、食事ノーカットで、できる限り食事ノーカットでやっていきたいと思ってるんで、よかったらめちゃくちゃすごいね。これ画面外で食べてたらさ、この画面外で捨ててるって思われるんじゃないの、もしかして。まあいろんな考えをしなきゃ料理カテゴリーって難しいな。洗ったりさ、たくさん洗ったりさ、画面外で食っちゃいけなかったりさ、厳しいな。これだってこれを持ってこないと下品じゃないけどさ、
お皿を持って食べないとやっぱりダメじゃん。最後最後ちょっとタレが残っちゃった。ごめんなさい。ごちそうさまでした。今回の感想、美味しかったです。じゃあね。